俺は武田守。34歳でゴミ収集の仕事をしている。担当地域が変わった初日、病院のゴミ捨て場に美しい女医の美代子がいた。ところがその半年後、美代子は突然姿を消す。もう一度美代子に会いたい。そんなことを考えていたある日、俺たちは温泉旅館で偶然再会した。そして美代子は姿を消した理由を語り始めた。美代子との出会いは最悪だった。その日、俺は初めて回るコースで美代子の働く病院へ。病院の敷地には大きな桜の木があり、晴れ渡る青い空に満開の桜がこれでもかというくらい美しく咲いていた。すると、そこに桜の花に負けないくらい美しい白衣の女性が。それが美代子だった。長い白衣を着ているということは女医だろうか。ドキドキしながら見つめていると、美代子が視線に気づいた。何か。想像していたよりもはるかに冷たい声に、俺は少したじろいだ。ゴミの回収に来ました。帽子を取って挨拶をしたが、美代子の視線は冷ややかだった。キュッと上がった目尻の大きな瞳は目力が強く、俺はたちまち萎縮。はっと息を呑むような美しさは、怖ささえあった。俺が急いでゴミを回収して立ち去ろうとしたその時、美代子の肩に桜の花びらが舞い落ちた。すみません、俺は手袋を外し、花びらを取ろうと美代子の肩に手を伸ばした。その瞬間、美代子の顔つきが変わった。触らないで！俺はあまりの迫力に驚いて、すぐに手を引っ込めた。美代子はそのまま足早に病院の中へ。満開の桜の花びらが風に吹かれて舞い散る中、胸の痛みだけが俺の心に残った。その日以降も何度か美代子を見かけたが、俺はその度に逃げるようにゴミ回収を。ところがある日、とうとう美代子が俺に声をかけてきた。俺はまた怒られるのではないかと思い、聞こえないふりをしてその場から去った。美代子を見たのはそれが最後。翌日、美代子は姿を消した。一体どこに行ったのだろうか。そう思っていると、お高く泊まっている女医がいなくなってせいせいしたと、看護師たちが笑いながら話しているのが聞こえてきた。どうやら美代子は病院を去ったらしい。これで美代子と顔を合わさずに済むと安心したが、俺は心の奥がチクッと痛むのを感じた。そして半年後、俺は趣味でもある一人旅で訪れた温泉旅館で、ある奇跡に遭遇した。え？露天風呂から上がった俺は、同じタイミングで女湯から出てきた美代子を見て、腰を抜かすほど驚いた。この半年間、俺はずっと美代子のことが頭から離れなかったからだ。もう一度、美代子に会いたい。そう思っていたら、本当に美代子が現れた。俺が口を開けて突っ立っていると、美代子が目を潤ませながら、やっと会えた。美代子は俺の手を取り、俺を連れて自分の泊まる部屋へ。部屋の扉を閉めると、深々と頭を下げた。ごめんなさい。わけがわからずその場に立ち尽くしている俺を、美代子がじっと見つめた。私のことを覚えてますか？相変わらず力強い眼差しだったが、あの時のような怖さはなかった。高瀬美代子と言います。あの病院で医師として働いていました。覚えてますよ。俺は武田守です。ごめんなさいって。あの日、武田さんは私の肩に乗った花びらを取ってくれようとしたんですよね。私、後でそのことに気づいて、すごく失礼なことをしました。美代子は申し訳なさそうな表情でうつむいた。あの後、何回か話しかけようと様子を伺っていたんですが、私のことを避けてましたよね。ああ、はい、すみません。謝らないでください。悪いのはこちらなんですから。突然あんな風に言われたら、嫌な気持ちになるのは当然です。苦笑いする美代子を前に、俺はふーっと大きく息をついた。ああ、よかった。俺ずっと気になってたんです。
怒らせちゃったままあなたがいなくなってしまったので。それよりここで何を？毎年一人旅でここに来てるんです。ストレス発散というか気分転換です。どこかで医者を続けてるんですか？医者は辞めました。え、どうして？向いてないと思ったんです。私男性恐怖症で。そう言って美代子は小さなため息をついた。職業柄男性患者ともたくさん触れ合ってきました。最初のうちは我慢してたんですが、その男性たちが過剰に私に接してこようとしてきて。触診中に口説いてきたり、ことあるごとに美代子を呼び出す患者もいたらしい。こんな美人がいたら男性患者が声をかけたくなる気持ちもわかる。美代子にはそれが耐えられなかったようだ。しまいには退院した後に私につきまとう人まで出てきました。だから本当は続けたかったんですが。美代子の悲痛な表情は見ているこちらまで胸が苦しくなった。あの日過剰に俺を拒絶したのには深い理由があった。そうとは知らず俺はなんて軽々しい態度を。俺の方こそ何も知らずに肩に手を伸ばしてすみませんでした。怖かったですよね。はい、少し。でもあの後何度か武田さんの様子を見ていて気づいたんです。武田さんはそんな人じゃないって。俺が毎回ゴミ捨て場に来ている人たちに自分から挨拶していたり、入院してる子供たちに手を振っているのを見て印象が変わったと美代子は教えてくれた。とても誠実な方なんだなと思いました。なんだか私の周りにいる男性とは違ったんです。美代子は顔をあからめながらにっこりと微笑んだ。武田さんにもう一度会えてよかった。その笑顔に俺の心は一瞬で打ち抜かれた。俺が胸を押さえていると心配そうに美代子が俺を見つめた。大丈夫ですか？お体の具合でも。大丈夫です俺が笑ってごまかしていたその時、扉の向こうでドタンと何かが倒れる音が。慌てて外に出ると浴衣を着た高齢の女性が倒れていた。大丈夫ですか？美代子はすぐに女性の元へ駆け寄った。俺が驚いて固まっていると美代子が俺を呼んだ。武田さん、私の部屋の冷蔵庫から水とタオルを、その後フロントに電話して救急車を呼んでもらってください。俺は美代子の指示通りに動いた後、美代子と女性の様子を見ていた。女性はどうやら長風呂でのぼせてしまったらしく、美代子は救急車が来るまで女性に寄り添い続けた。大丈夫ですよ、何も心配いりません。美代子は優しく微笑んで、救急隊員が来た後も彼らに的確な指示を出していた。一連の出来事を見ていた俺は、女性が病院へ運ばれた後で美代子に言葉をかけた。美代子さん、やっぱりあなたは医者を続けるべきだ。え？やめたこと後悔してるんですよね。美代子は黙ってうなずいた。さっきの姿を見て思いました。美代子さんは医者でいるべき人だということを。確かにこれからも美代子さん目当てで近づいてくる男はたくさんいると思います。これだけ美しい女性を男たちが放っておくわけがない。たとえ美代子が医者を辞めたとしても必ず男性恐怖症とは向き合わなければいけないのだ。この世に男性がいる限り避けては通れないんです。美代子さんが少しでも医者に戻りたいと思っているなら諦めちゃいけない。俺がここまで言うのには理由がある。俺は学生時代陸上部に所属していた。将来を期待された選手だったが、交通事故に遭って怪我をしたことでその道を閉ざされた。志半ばで夢を諦めざるを得なかった俺にとって、夢を諦めることがどれだけ辛いことか痛いほどわかる。だからこそ美代子にはここで諦めてほしくなかった。ゆっくりと顔を上げた美代子は俺の真剣な表情を見て小さくうなずいた。武田さん、ありがとうございます。私まだ医者を続けたい。美代子の目にはうっすらと涙がにじんでいた。美代子さんなら大丈夫、あなたは立派な医者です。
美代子はその言葉を聞いて静かに涙を流した。旅行から帰った後、美代子は働いていた病院に復帰。美代子が元気に働く姿はいつしか俺の励みになっていた。そして俺たちは旅行が終わってから急激に距離が縮まった。二人で食事をしたり、一緒にどこかへ出かけたり。出会った頃に抱いていた警戒心もすっかり消えたようで、美代子は俺に心を開いてくれるようになった。ところが、復帰して1ヶ月を過ぎたあたりから、美代子が徐々に痩せて体調を崩し始めた。心配でいろいろ尋ねても、美代子は忙しいからの一点張り。俺は美代子がそう言うならと、それ以上問い詰めることはしなかった。しかしある朝、ゴミ収集に来た俺は、涙を流す美代子を見かけた。美代子さん。俺が声をかけると、美代子は慌てて涙を拭いた。武田さん、おはようございます。どうしたんですか？何があったんですか？何でもないです。じゃあ。俺は急いで病棟へ戻ろうとする美代子の手をとっさに掴んだ。そんなはずないでしょ。美代子さん、話してください。俺はあなたの味方です。武田さん、実は私ね。その時、同僚が大きな声で俺を呼んだ。あ、すみません、行かなくちゃ。夕方また来ます。その時に必ず聞きますから。俺は急いでゴミ収集車に戻った。そして仕事を終えた俺は急いで病院へ。すると、ゴミ捨て場のそばで看護師たちが話す声が聞こえてきた。まったく、なんであの女は戻ってきたのよ。本当に嫌になっちゃいますよね。せっかく瀬尾先輩が辞めるように仕向けたっていうのに。あの男がしっかりつきまとわないから、今度の男にはもっと過激に追い詰めるよう言わないと。俺は三人の若い看護師たちの話を聞いて青ざめた。美代子が病院を辞めたのは看護師たちが仕向けた嫌がらせが原因だったのだ。今まで男性恐怖症だったくせに、最近は積極的に男に話しかけて、どういう風の吹き回しかしら。あれじゃないですか、そろそろ30歳になるから独身じゃまずいと思って男を漁ってるとか。ありえる。必死になっててかわいそう。看護師たちはゲラゲラと下品な笑い声を上げた。俺はその話に我慢できなくなって、ゆっくりと彼女たちに近づいた。あの、ちょっと話が聞こえてきたんですが、それって美代子さんのことですよね。俺が突然話に入ってきたので、三人は眉をひそめた。どちら様ですか？面会か何か？三人のうちの瀬尾と呼ばれていた女性が、いぶかしげな眼差しを俺に向けた。俺はここにゴミ収集に来ているものです。今日は美代子さんに会いに来ました。ああ、言われてみれば。それより今、あの女に会いに来たって言いました？はい。ちょうどよかった。あなたみたいな人を探してたのよ。あの女をここから追い出したいの。協力してくれませんか？瀬尾は先ほどとは打って変わって目を輝かせた。なぜそんなことをするんですか？美代子さんがあなたたちに何かしたんですか？別に、ただ虫がつかないだけ。虫がつかない。たったそれだけの理由で美代子さんを苦しめていたなんて。いつも平静を装ってるあの女の苦しむ表情がたまらないの。だからもっと苦しめて早くやめさそうと。嬉しそうに話す瀬尾を見て俺は愕然とした。まるで自分が正しいとでも言わんばかりに、その後も美代子の悪口が止まらない。俺は奥歯を食いしばりながら怒りに震える拳を握りしめた。なあ、それ本気で言ってるのか？は？当たり前じゃない。まさかそんなことを言われるとは思ってもいなかったのだろう。瀬尾は何が悪いのか全く分かっていない様子だった。おかしいよ、あんたら異常だ。俺は三人を睨みつけた。今まで美代子さんがどれだけ辛い思いをしてきたか。毎日恐怖と戦ってそれでも前を向いていこうと必死なんだぞ。俺が声を荒げて近づいていくと、彼女たちは途端に青ざめて体をこわばらせた。なんなの？
これ以上近づいたら人を呼ぶわよ。俺は足を止めると大きくため息をついた。なあ、わかるか？あんたらが美代子さんに対してやってきたのはこういうことなんだよ。美代子さんは一人でずっと怖い思いをしてきたんだ。彼女たちはようやくことの重大さに気づいたようで、俺から目をそらした。俺は最近美代子さんから君たち看護師の話も聞いてるよ。どんなに忙しくて大変でも、私の周りには優秀な看護師たちがいるからって。二人で食事をしているとき、美代子はいつも周りに助けられてると嬉しそうに話していた。一緒に働いてる看護師たちのおかげで今の自分がいるって。それから瀬尾さん、美代子は君のことを本当によく褒めていたよ。え、私？瀬尾さんっていう子は周りの後輩にも慕われていて、いつもお元気で、瀬尾さんがいるだけで周りがパッと明るくなるって。俺はあの時の美代子の嬉しそうな顔を思い浮かべた。私も瀬尾さんみたいな人になりたいって言ってた。俺はそれを聞いて、瀬尾さんはとても素敵な女性なんだなって思ってたよ。そんな、私は。瀬尾は膝から崩れ落ちた。一粒の涙が地面にポタッと染み込んだかと思いきや、今度は顔を歪めてワンワンと泣き始めた。だって全部あの女が悪いのよ。あの女がいなかったら今頃私たちは。瀬尾はヒックヒックと息苦しそうに泣きながら必死に言葉を続けた。私は去年婚約者に振られたの。原因はあの女よ。病院に来た彼があの女に一目惚れして。婚約者に振られた瀬尾はその時から美代子に敵対心を抱くようになった。表面上は従順な看護師を演じて、裏では数々の嫌がらせ。美代子が瀬尾の婚約者になびくことはなかったが、瀬尾の怒りは収まらなかった。どうにかしてあの女を苦しめたかった。私と同じ苦しみを味わわせたかったのよ。瀬尾は大声で泣きわめいた。きっと瀬尾自身もたくさん苦しんだのだろう。だからといって美代子を苦しめていい理由にはならない。俺が瀬尾に言葉をかけようとしたその時、後ろから誰かが近づいてきた。振り返るとそこには美代子がいた。美代子さん。話は全部聞いたわ。実は最近また誰かにつきまとわれていたんだけど、原因が分かってよかった。俺に朝話そうとしていたのはこのことだったらしい。美代子はゆっくりと泣き崩れる瀬尾に近づいた。何よ、私は謝らない。絶対に謝らないんだから。泣きわめく瀬尾の前に美代子はそっと手を差し伸べた。瀬尾さん、辛かったのね。そんな瀬尾さんの気持ちに気づけずにいてごめんなさい。瀬尾は驚いてピタッと泣くのをやめた。でも私はここを辞めない。ここで医者としてもう一度働きたいの。だから瀬尾さん、私と一緒にまた働いてくれる？美代子は瀬尾に優しく微笑みかけた。ねえ瀬尾さん、お願い、顔を上げて。私は瀬尾さんと一緒に働きたいの。瀬尾はゆっくりと顔を上げると微笑む美代子を見て、再び顔をくしゃくしゃにして泣き出した。美代子先生、ごめんなさい、ごめんなさい。いいのよ、私たち一緒にやり直しましょう。瀬尾さんは優秀な看護師なんだから、私のそばにいてもらわないと困るわ。瀬尾は美代子の手につかまって立ち上がると、美代子に抱きついて声が枯れるほど泣いた。こうして美代子への嫌がらせはなくなった。美代子は悩みが消えたことで少しずつ体調も回復、再び元気に働き始めた。あのあと瀬尾たちは改めて美代子に今までのことを謝罪。美代子は3人と無事和解した。瀬尾は美代子を慕うようになり、美代子のもとで今まで以上に働くようになったらしい。二人で食事をしているとき、美代子がニコニコしながら俺に話してくれた。みんなと仲良くなれたのも武田さんのおかげです。ありがとうございます。いやいや、美代子さんがきちんと本音で向き合ったから
瀬尾さんたちも心を開いてくれたんだよ。本当によかった。俺が笑顔を見せると美代子が俺をまっすぐ見つめた。実は私ね、もう一つ隠してることがあるんです。え？不安そうな顔をする俺の手を美代子がそっと握りしめた。私どうやら一緒にいるうちに武田さんのことを好きになってしまったみたいなんです。赤い顔で俺を見つめる美代子は今すぐ抱きしめてしまいたいほど可愛かった。俺はその衝動を必死に抑えながら美代子の手をそっと握り返した。俺も美代子さんのことが好きです。美代子さん、俺と付き合ってください。はい、よろしくお願いします。でも。でも？これからは美代子って呼んでほしいかな。はにかむ美代子を見て俺はこれ以上ない幸せを感じていた。俺たちはその後半年の交際期間を経て結婚。俺も美代子も結婚にはそこまで焦っていなかったが、看護師たちが子供を産むことも考えたら早い方がいいと俺たちをせき立てた。結婚式では俺たちよりも看護師たちの方が号泣し、いつでも美代子が産休を取れるように頑張って働きますと口々に言う始末。美代子が安心して子作りに励めるねというので、俺は顔から火が出るほど真っ赤になった。看護師たちに支えられながら、美代子は今日も元気に働いている。俺もそんな美代子を見ていたら、今まで以上に仕事に気合が入るようになった。俺たちはこれからも幸せな毎日を送れるよう、二人で寄り添い、励まし合いながら生きていく。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様は、いいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは、次回もお楽しみに。